はい、今回は静岡県榛原郡川根本町寸又峡に来ております。今からですね、まあ紅葉がですねどんな感じかというのね、ちょっとね見に行きたいと思います。はい、それではですね、ここからまあアフレコのね、ナレーションでねやっていきたいと思います。まあ今ですね、まあ寸又峡温泉の方にね向かっております。まあこの道もですね、ピークになると非常に紅葉するところですけどね、まだちょっとこうちょっとね葉っぱが赤くなってきたかなとねいう感じでしょうか。この辺がちょっと赤くなってますよね。まあところどころ色づいてはいるんですけどね、まあちょっとね逆光でちょっと眩しいですけど、この辺も本当は黄色とオレンジとね綺麗に染まるところなんですけど、まだ緑がですよね。今日はちょっとねこの日はねだいたい16度とか10日陰で14度ぐらいですかね。まあああいうね色づいてる木もあるんですけどね、本当はこの辺ももう綺麗に色づくところですよね。まあちょっと時間的にですねそんなに遅い時間じゃないですかね、2時半ぐらいですんでね、そんなに遅い時間じゃないんですけども、まあちょっと山でね天気もいいんですよ、天気もいいんだけど山でかけちゃってね、まあこの辺ね太陽の光が当たってるとことね、まあ山で影になっちゃってるところとね、まあここから寸又峡温泉にねなりますけどね、まあ温泉街がずっと続きますけど、まあところどころね色ついてるところもあるんですけども、ちょっとこう日陰になっちゃってね、まあ鮮やかに見えないっていうかね、まあ来る途中もですね結構色づいてたんですけどね、まあ観光客もちらほや、こう出店なんかもう準備ねされてますよね、紅葉のね、こういうちょっと色ついてるところもあるんですけど、ちょっと鮮やかに見えないというかね、日陰になっちゃってんだよね、これもついてるんだと思いますけどね、まあちょっとカメラでちょっと色がなかなかはっきりしないというかね、まあ駐車場なんかもね普通車は500円ぐらいかな、相場が。バイクもねお金取るんですよね、バイクはね200円ぐらいがね相場でしたね。パッとこう料金表を見ながらね行くとね、まあお土産物屋さんはいるんだね、空いてるんだけれども、まあお客さんはあんま入ってないんですよね。まあこういうのね、まあこっち案内されたりするんですよね。ちょっと素通りしちゃいました。まあこの辺が一番バイクで行ける奥ですかね。ここから車両ね、通行止めになりますのでね。左にちょっと曲がります。ね。まあ色づいてはいるんですけどね。昔のパチンコ屋なんかね、ちょっと閉店してましたけどね、まあ、色ついてるんですけどね、この辺もねちょっとね日陰で分かりにくいんですよね。ねが雪なただったら分かったんだけど、ちょっとね影になってるところら辺がちょっと色づいてたんですけどね、ちょっとこの辺が残念ですね。ちょっとカメラで表現できないですね。まあ10月の下旬からね、まあ11月にかけてですんでね、まだどうでしょう、 10% から 20% ですかね、紅葉の具合がですね。
まあ、これずっとね、あと下っていくとまたね、さっきのね、元の道にね、出るんですけどね、須磨滝温泉とかですね、この道ですね、この交差点をがさっきね、最初に通ってきた道ですね、ぐるっと回ってるんですね、元の位置に戻ってきます。まあここら辺がね、宿泊施設がいっぱいありますけどね、まあちょっと影になっちゃってるもんで、まあ色づいてはいるところもあるんだけど、ちょっとはっきり映らないとね。なんでこの辺のホテルも、まあ、やってるんだろうけどね、まあそれが、これがさっきの出店ですよね、はい、ね、観光客の方もちらほらですよね。まあコロナの影響も多少ねあると思いますけどね、まあ駐車場もまあそんなには混んでないですよね。まあね、ゼロじゃないけどね、はい、まあここがね、さっき通ってきた道ですね。この辺も、まあ、さっきちょっと逆光で見にくかったですけどね、この辺がね、非常に綺麗に色づきますよね。ピークはね、綺麗に色づくところですね、この辺がね。まあ、この辺が緑ってことはまだまだですね。ちょこっとついてるかなっていう感じですよね。で、まあ観光バスとすれ違いましたけど、観光バス何人か乗ってたのかなね。まあ、団体さんはね、来てたみたいですね。この辺も結構色づく木がいっぱいあるんですよね、はい、はい、それじゃあね、元のね、場所にね、戻ってきました。はい、それではね、今回の動画は以上になります。